部は24スペシャル第4弾余興で今日は初めてお届けいたします。シャープ4つというのは実にトニーホ長長実に弾きにくい曲もありますが、何でもやってみようという気持ちが大切ではないでしょうか。間違いやミスは誰でもあるんです。青と夏、秋の味覚といえばかきくり、秋といえば体育の秋、読書の秋、芸術の秋、食欲の秋、先生もいつもお菓子ポリポリ、いつもよく食べております。青とナッツ、thank you.
初チャレンジだけど、次回でリベンジするぞ。どうも。良い子の皆さんのインタビュー。先生はどんな食べ物が好きですか？はい、先生はケーキが大好きである。これから秋の味覚といえば柿、栗、南京。桃栗三年、柿八年。ゾロは千年、亀は万年。芸術の秋、読書の秋、体育の秋。いろんな秋があるけれど、子供の秋の来ないお楽しみ。サプライズ。あら、ひょっこりよたんちーな、ひょっこりよたんちーな。子供たちにインタビューを楽しむ。なになにちゃん、喫茶すみっこへようこそ。一番人気は猫だぞ。二番人気はエビフライかな。三番とんかつ。四番いろんなすみっこがいるけれど、練習は粘り強く。子供チャレンジなのである。先生の好きな色はピンク、もしくは紫。子供たちも繊細でナイーブ。少しくよくよする子、皮膚が乾燥して傘している子もいます。汗もが出る子もいます。蚊に噛まれて絆創膏をつけておられる子どももいます。優しく楽しく面白く、明日またリベンジするわ。青と夏弾いてみました。シャープ4つでトニーホチョウチョ先生のインタビュー、何でも受けたまっております。それでは